この2日は皆さんと一緒にいられることを本当に素晴らしく思っています。でみんながこうして一緒に集まっているのを見てね、すごく嬉しいと思います。でみんな違う教会からやってきたから一緒にいることを見てすごい嬉しいです。 でもここにみんながこうして集まってきて一緒にいることは神様の御心だと信じます。で私たちは、違う教会でいつも礼拝しているけど、でも私たちはみんな家族が一緒ですよね。そして私たちの、天のお父様はみんな一緒ですよね。そして私たちはこうして一緒に集まって一緒に礼拝して一緒に交わることができます。それは神様の心の一番の願いですね。だから私たちはこうして一緒に集まることを見てすごくワクワクします。今日ね教えを始める前に、今まで私こうしてこういう習慣に出たことない人のために、皆さんに思い出させたいことがあります。すべてのことに時があります。時間があります。で神様が私たちに何を語ってほしいかを聞くための時間は、この教えの時間は聞く時間となります。でこの集会の時をね、全部の部分は大切ですけど、でもこの時ですね、教えの時はみんなで静かに神様の声を聞く時となります。なのでこの教えの時間の間に3つのことを皆さんに覚えてほしいです。で私たちがその3つのことを必ず守ってやるとすれば、私たちは神様の声を聞くことができます。で最初の一つ の守りは、私たちがこの前でお話ししている間は皆さんはしゃべりません。それはみんながおしゃべりしていると、しゃべりながら聞くことは同時にできないからです。ね、自分が誰かにおしゃべりしてたら神様の言いたいことを聞くことができないです。そして自分だけが聞く神様の声を聞くことができないだけではなく、あなたが話しかけているその相手の人も神様の声を聞くことができなくなってしまいます。だから私たちはみんな静かにしとかないといけません。で2つ目は、隣の人を触って、まあね、遊びあったりしないこと、そして物で遊ばないことです。その御言葉をね、聖書を開いて、読むこと、または何か、ね、聞いたことを書き出したいなと思ったことは、それは OK です。でもちゃんとそのね、言っていることを書いてればそれはいいんだけど、他のなんか違うことを書いたり絵を書いてしまったらそれは良くないですね。And the last one, please, can you go to the toilet before the meeting starts? そして最後の3つ目ですね。これは、この話の時間が始まる前に必ずトイレ行くことですね。ここでお話ししているときに立ち上がって出て行ってほしくないからですね。それは一つは、その誰かが立ち上がって出ていくと、周りの人がみんなそこに集中いってしまうんですね。で神様が話そうとしていることを私たちが聞けなくなってしまうんですね。そっちを見てしまう。 practice each of those things by the time we come to the end of tomorrow. でその3つのことをね、みんなで練習して、頑張ってやれば、明日の最後までには then there is every chance that we can have
be or receive everything that God has for us. 私たちはその神様からすべてのことを受け取ることが、できると思います。And God has much that He wants to do in each one of our lives. で、神様は私たち一人一人の心の中でいろんなことをしたいんですね。いろんな働きをしたいと願っています。Because each one of you are young people at a very important time.そしてここにいる一人一人が、若者でとても大事な時です。Where God is wanting to raise you up to use you. それは神様はあなたを立て上げて、あなたを神様のために使いたいと願っていますから。God just doesn't just want you to be those who sit and listen and take in. で、神様はただただあなたがここに座って、聞いて聞いてそれだけで終わってしまうようなものになってほしくないんです。Take in and then rise up and do. それは、受け取って神様から何かを聞いて、そしてあなたが立ち上がって何かをする行動にそれを変えることを願っています。So you're a very important group of young people. なのでここにいる皆さん若い人たちは本当に神様にとって大事な人たちです。Now, through all of the sessions that we have these two days, でこの2日間私たちが一緒にここにいる集会あミーティングの集まりをやるときに、we're going to beThinking about this verse here. 特に、この御言葉を考えていきたいと思いますね。このエレミアの言葉を。And Jeremiah 29 verse 11. これは、エレミアの29章の11節。ここを集中していきたいと思っています。And that verse says that, God has a plan for every single one of you.でその御言葉には書いてあることは神様は必ず一人一人のために、計画があるということです。 And it doesn't matter who you are, それはあなたが誰であっても what you, think or feel about yourself, あなたは自分のことをどう思ってもどういうふうに感じていても whether you feel you're someone important, あなたが大事な人だと思ってもまたは恥ずかしがり屋でちょっと恥ずかしいなと思うような人でもそれか神様に何も捧げることがない何も神様ともできないなと思っているかもしれないそれかもう私なんか何もできない人だよ何も特別なことがないとそういうふうに考えられているかもしれない。 It doesn't matterwhichever of those we fit into, 私たちが、自分のことをどう思っているとしても この中のどれでもどう思ってても that verse says that God has a plan for you. それでも神様が私たち一人一人あなたのために特別な、ことを準備している計画があるということは変わらないです。 That doesn't say that God has a plan for you as long as youFeel right. ね、あなたが、自分のことをよく思って気持ちがいいときに神様が計画あるよって書いてありませんね。 Doesn't say he's got a plan for you just if you think right about yourself. ね、あなたが自分のことを、正しく思っているよく思っているからそういう人だけに計画を立てると神様は言っていません。 Doesn't say that God's got a plan for you as long as you are a very gifted genius. で、あなたがもう頭がすごいいい人で、もういろんなタレントを持っていろんなことができる人だったら、神様はいい計画を立ててあげるよとは書いてありません。In that verse it says God has a plan for you. そこに書いてあるのは、ただ神様はあなたのために計画を立てていると書いてあります。But he also says that you have nothing to be afraid of with this plan.でこの計画には何も恐れることはないよとも書いてあります。でこういうことね計画があるよと言われて、それがどういうものなのかどういうものになるか、あんまり細かいところを知らないときには、It's very easy for us.To get the wrong thoughts, particularly from the devil. でそういう時には、特に悪魔からね間違った考えが頭に入ってくることが多いです。And become afraid of what God might have for us. そしてそこで神様が何を計画しているのかなと思って恐れてしまって怖くなってしまうことが、多いんですね。Can I do what God wants? 神様が私のために準備していることできるかなと心配するかもしれない。Can I understand what God wants? 神様がやってほしいことを理解できるかな
Will it be embarrassing? その神様に言われることを恥ずかしくなってしまうような恥をかくようなことかなと思ってしまうかもしれない。Easy to become fearful.ね、そんな考えが頭に入ってきて恐れてしまう、怖くなってしまうことが簡単にできてしまいますね。でも神様はね、そこで心配しないでねって言われています。そして私たちに約束をしてくださいます。これはいい計画だよ。そしてあなたのためにもなります。そしてあなたはもう未来が良くなって希望もいっぱいな計画だよと言ってくださいます。一つ神様のこと、神様は絶対に嘘をつくことはできません。神様が嘘をつくようなものであれば神様ではなくなってしまうよね。神様ではないものになってしまいます。それは嘘をつくということは罪を犯してしまうということだから。聖書の中にもしそれが書いてあるならば、それは神様が言ったことに間違いありません。 And if God says it, it is true. で、神様がもしそれを 言ったならば、それは本当のことです。 And you can believe it. そしてそれをみんな信じることができます。 You may not be able to trust people. ね、人を信頼することができない時もあるかもしれないです。 But you can trust God 100%. でも神様は必ず 100% 信頼することはできます。 So whatever the plan is that God has for you. なので神様があなたのために準備しているその計画とは何があっても何であっても It won't do you harm. It will only do you good. それは絶対あなたに、悪いことを起こらせたり、なんか良くないものとはなりません。いいものにしかならないんです。 and give you that hope and that future. そしてあなたのためにそれは希望となります。そして素晴らしい未来となります。で、最後には、またこのエレミアの一章のところの御言葉も話していきます。Which is a conversation between God and Jeremiah. で、ここのね、御言葉を見てみると分かると思うんだけど、エレミアと神様の間の会話となっています。And Jeremiah was someone who had the wrong thoughts about himself. で、エレミアというのは自分のことをあまりよく思っていない人でした。So that when God came and said,Hey, I've got a plan for you. で、間違えたふうに自分を考えていて、神様がエレミアのところに来て、あ、エレミアさん、あなたのために計画があるよと神様がやってきたときに、Then Jeremiah's answer was, But God, I can't. そうしたらエレミアがね、神様に向かって、僕はできないよと言ってしまいます。And, in his case, he said, Because I'm too young.ね、彼の、ね、場合はなんでできないかと言ったら、私は若すぎるから、まだ年下だからと。ここにいるみんなも、レミアと同じようなことが言えるかもしれないね。みんなも若いしまだ年下だから。 But if you read that verse, でもこの御言葉を、ね、ちゃんと読んでいくと、 God says, Don't say you're too young. ね、神様は、ね、こういうふうに言うんですね。あなたが若すぎるとかまだ小さいからとか言わないでくださいと神様はエレミアに言うんですね。 Because if God says it, then you can do it. ね、神様がやりなさいと神様が言えばあなたは必ずできるからです。 If God sends you, you can go. 神様があなたを送り出すならばあなたは行けます。 And it doesn't matter what you're like in here. ね、この中のね、自分の中ではどういうふうに思っていてもそれは関係ありません。 If God says it, you can do it. 神様が言えばあなたは必ずそれをできます。 Not hope or think or maybe.、ね、それをもしかしたらできるかな、できるかわからないけどもしかしたらではありません。 If God says it, you can do it. 神様が言ったらあなたは必ずできます。This verse in the middle here. そしてこの真ん中の御言葉に最後やっていきます。 In 1 Corinthians chapter 2, これは第一コリントの2章のところに And verse 9. これは9節ですね。 And there God makes another promise. ここでまた神様が約束してくださいます。 He says, Not only have I got a plan for you, ね、あなたのために計画がある、これだけではないよと。 That will do you good and make you feel good. これはあなたが、いいことがあるため、あなたの良い
良いことができるためだけではなく、で私がそれをできると言ったら絶対できるからね。で神様はこう言いますね。この計画の中では誰もこれを目にしたことない、耳もこんなことを聞いたことない、ね、思いも誰もそれを想像したことないです。神様を愛する者のために神様が計画したものを誰も想像したことない、聞いたことない、見たことありません。ここにいる人たちで神様を愛していると言える人何人いますか？神様を愛している、手を挙げてください。もし神様を愛していると言えたら手を挙げてください。もう正直に私は神様を愛していますと言える人だったら手を挙げてください。 okay, that's all of us here. そう、みんなね、言えるんですね。でこの御言葉にはね、第一コリントの言葉では、神様を愛している者のためには誰も見たことのない、聞いたことない、想像もしたことない、そんなものを神様が準備しています。ね、で他の聖書にも、ね、書いてあるところには、もう私たちが想像のできないほど、考えられないほどの素晴らしいことをしてくださると書いてあります。God can make the impossible become the possible. 神様は不可能のこと、無理な、まあ、不可能のことを可能にすることができます。 And not for a few chosen people. でそれは、まあ、数人、少しだけの人数のためではなく、 not for the big name preachers. そのすごい有名な牧師さんのためだけではなく、 or the pastors of massive churches. そしたらでかい教会を牧師している牧師さんのためだけではなく、But for you who love him. それは神様を愛しているあなたのためにできるんです。 For you sitting here who put your hand up. 今ここに座って手を挙げた皆さんのために、 You've not seen or heard yet. まだあなたが考えたこともない、見たこと、聞いたことないことです。 You can't imagine. 想像もできないことですよ。 What God has in store for you. 神様はあなたのために準備していること、神様のあなたのために計画している、その計画の中に何があるか、もう考えられないことがまだ準備されています。で神様はみんなに頼んでいることはこれだけです。ただ神様はこれを願っています。あなたの心を準備して、神様に、私はここにいます、何でもしてくださいという、そんな心を持ってほしいんです。で神様を愛してるよっていうことをよりもう一歩前に進んでほしいんです。神様を愛してるよと言って、でその次に、私は神様ここにいます、どうか私を使って何でもなさってください、何でもやってください、私がやりますという、そんな心を持ってほしいんです。 that can be scary. でそんなことを、ね、神様に言うとちょっと怖いかもしれないです。で問題はね、私たちのこの頭の中にね、脳みそが入ってしまっている、ね、あるんです。神様が私たちにくれた本当に、素晴らしいものなんですけど、でもこの脳みそというのは、神様の計画を自由にできるために私たちを止めてしまう一番大きな問題となってしまうんですね、この脳みそというのは。ね、神様は私たちにね、私はここにいますよ、私を信頼してくださいって神様は言います。でもね、脳みそがね、でもわけわかんないよ、わからないと言ってしまう。何をすればいいかわからない、ね、そういう何をしてどこに行って何をやるのかわからないから、わかんない、ダメ、できないと。ね、その頭の、その脳みそっていうね、体の一部の素晴らしい部分なんですけど、でもよくあること、残念なことには、この脳みそが働いてしまって、ああ神様私は無理だと言ってしまうんですね。 The part that says, but God knows.
I need to understand. ね、神様にね、ああ、まずは理解して、全部分かったら何とかしてあげるよ、神様。でもそれまでは無理ですと言ってしまうんですね。So let's remember, God has a plan for you. でもみんなに覚えてください。覚えてほしいんです。神様はあなたのために計画を作っています。立てています。You've nothing to be afraid of within this plan. そしてこの計画の中で何にも恐れることはありません。Doesn't matter who you are or what you like.The plan is in place. あなたが誰であっても、どんな人でも、どこにいても、もうその計画は神様が準備しています。And it's way beyond anything that you could see or hear or imagine. で、私たちがもう今までに考えられないことですね。考えられない、想像できない、聞いたことないもの、見たこともない素晴らしいものです。Don't let your head get in the way. だから自分の脳みそを邪魔してさせないでください。You see, we read in the Bible of a man called Ezekiel. 聖書の中でエゼキエルという人にの話を聞きます。And the Bible says that one day God did something very special with Ezekiel. で、ある日、神様はエゼキエルのために、まあ、一緒に、特別なことをしました。God took Ezekiel, in a vision down into a valley.でそのある幻というか、なんか目でこう見る幻ですね。この中で、神様がエゼキエルをある谷のところに連れて行きました。でエゼキエルがそこの、谷の中を見ていると、周りを見ていると、でそこの、地面の上に、たくさんのものが落ちていることに気がついたんです。そこには骨が、ね、ある時これは、軍隊だったんですね、大勢の軍隊がもう死んでしまってそこに骨しか残っていない骨がいっぱい落ちているところだったんです。 And obviously this army of men had gone into battle to fight.でこのまあ、見ていれば、きっとここの軍隊は戦っていたんじゃないかなと思えるような。でもそこで、まあ、戦ったんですけど、負けてしまって死んでしまった、あの大勢な。でその人たちが、まあ、戦って負けてしまって死んでしまって、もうそこに残っているのはもう骨だけな状態になっていました。そこの、ね、骨は、ただそこにもう肉がない状態で、骨が落ちているだけではなく、But they were completely dry. でもその骨はもうね、乾いてしまって、もう本当に乾いた状態だったんですね。何にも残っていません。ただの乾いた骨だけだ。だからこの骨には何にも命がない状態だったんですよ。その骨の中にある、なんていうのそれ。中にある、なんだろうね。I don't even know what marrow is called.まあ、中のものまで乾いてしまって、もう本当に何にも命がない、生きているものが何一つ入っていない状態だったんです。 They were completely useless, hopeless bones. だからね、何にも使えない、もう本当に、希望のないって言っても、もう使えない状態のね、もう本当に、何にもないこの骨ですね。 And God spoke to Ezekiel as he saw these bones. ね、この骨を見ているエゼキエルに神様は語りました、話しました。And he asked him a simple question. ね、簡単な質問をしたんですね。Can these bones live? ね、神様がエゼキエルにこう言ったんですね。この骨は生き返ることはできるでしょうか。And the obvious answer is, God, no. で、そこでね、まあ、本当に、まあ、考えなくても、これはもう生き返ることなんて無理だよと、すぐに答えられますよね。Ezekiel's eyes told him that no way could these bones live. ね、このエゼキエルが見てるこの目で見たら、これはもう生きることはできないなと思うことがあります。Because as he looked, they were completely dried out. ね、それはもう乾いてしまって何にも命のない骨だから、生き返ることなんかできないと目で見たらそう思うかもしれません。Ezekiel's mind said, "No way can these bones live."ね、エゼキエルの頭の中で考えると、絶対これを、命を持つことは無理だと。Because his mind said that,
bones only live when they have flesh on them and they've got life in them. ね、彼の、頭の中で考えれば、骨は肉があってこう命があるときにそれを生きてこう動くことができるので、ここには何もないから生きることは無理だと頭の中ではそう考えるんですね。 Ezekiel's feeling said, no way can these bones live. で彼は、ね、それを見て、まあ、自分の気持ちもね、絶対これは生き返ることはできないなと感じてたと思います。 So everything in Ezekiel said, no way, God. なのでね、エゼキエルの思い目とか気持ちの中では、全ての中ではこれは神様無理じゃないかと思っていたと思います。でもエゼキエルはそういうふうに感じて考えてたかもしれないけど、彼が口から出した言葉は、 Oh Lord God, you, only you know. ね、神様あなたがこれを、その質問の答えを知ってる、あなたしか知らないよと言いました。 And that's all that God needed. ね、神様はそれを聞くだけで次のことができました。 He didn't have to say, yes, of course they can live. ね、エゼキエル didn't.エゼキエルが、ヒデニールセイだ。エゼキエルは、もちろんこれは生き返ることができるよってエゼキエルは言わなくてもよかったんですね。He just had to say, God, you can. ね、彼は神様に、神様だったらできるよと、その一言を言うかだけでよかったんです。And his answer of, Lord God, you know, really was saying, God, you can. ね、その神様、あなたが知っているに違いない、あなたしか知らないよっていう答えっていうのは、神様だったらできる。とエゼキエルが言いましたね。 So to answer God, Ezekiel had to go against what his senses were telling him. だからそのエゼキエルが神様の質問に対して答えるためには、自分が見ているもの、感じているものに反対をしなければいけなかったんですね。 His eyes, his thoughts, his feelings. ね、感じていること、目で見ているもの、頭で考えていること、これを全部合わせると、もう絶対この骨を生き返ることなんてできないというふうに全部思いとか、目とかそういうふうに感じてたと思います。でもエゼキエルの心のどこかの、ね、一部は、神様だったらできるんじゃないかと思っていて、彼はそう言いました。So young people, God's not asking you to become super spiritual. だから神様はみんなにね、すごく霊的なものになりなさいとは言ってませんよ。Just know that God can do anything. ただ皆さんに知ってほしいのは、神様だったら何でもできるということです。If God says it, He can do it. で、神様が言えばそれを必ずできます。And us allowing God to do that. そして私たちは神様にそれを、やらせること。ですね、Sometimes that means defying all your senses. で、ある時は、自分の感じていることとか見ていること、これを全部反対しなきゃいけない時があります。 And sometimes it means defying what people say to you. または周りの人が、言っていることに対して反対をしなきゃいけないこともあります。 When they are saying something which isOpposite to what the word of God says. ね、神様の御言葉に書いてあるものと反対なことを言っている人がいれば、その人に対して反対しなければいけないかもしれない。Ezekiel said, God, you can. ね、エゼキエルは神様に向かって、神様ならできるよと言いましたね。 So, him, Ezekiel having said, God, you can, then God said, okay, now take a step.そしてエゼキエルがね、神様にできるよって言ったら、じゃあ神様は今度ね、じゃあエゼキエル、一本踏み出しましょう、一緒に何かしましょうと言いましたね。 A simple step, 簡単な一歩でしたけど、 but one which meant defying his senses again. でもまた彼は、自分の思い、ね、感じていることをに対して反対をしなきゃいけない一歩でした。 And God said, speakTo these bones. で、今度神様がエゼキエルに、じゃああなたが声を出してこの骨に対して喋りなさいと言ったんです。 Speak the word to these bones. この骨に対して言葉を話しなさいと。 A simple thing, he just had to open his mouth. ね、簡単なことですよ。彼がただ口を開けて喋ればいいんです。 And say what God told him. ね、神様から言われたことをそのまんま骨に向かって話せばいいんです。 Now, maybe his knees were knocking. ね、もしかしたら彼はちょっと怖くて、膝がこう、震えてたかもしれない。Maybe shaking. ね、体が全部震えてたかもしれないです。But
He did it. でも彼はやりました。He just spoke a few words. 彼はただいくつかもう本当に簡単な言葉をその骨に対して喋りました。Didn't preach a two-hour sermon. ね、2時間も、説教、ね、メッセージを語りませんでした。Just a few words. 本当に少しの言葉だけ話しました。And the Bible says that there was a great noise in the valley. そしたらその谷では、すごく大きな音が聞こえましたと聖書に書いてあります。These bones, which were totally dry and useless. そしてこの骨がね、本当に乾いてもう命が全然ないこの骨が、began to move and come together. これが動き出したんですね。骨が動き出してくっつき始めました。And began came together as a skeleton. そうしたら骸骨になっていくんですね。その骨がくっつき合って、骸骨になるんです。And yet, the Bible says the bones have been scattered everywhere. でもその骨はね、もう本当にバラバラになってたんですね。もうくっついてない状態でバラバラになっていた骨が。So they hadn't been laying like a complete skeleton. だからそこでね、その骸骨の形をしてこうそこに落ちてるんじゃなくて、もう骨があちこちにいろんなところにバラバラになってたんですよ。There'd be a skull here and a leg bone here and an arm over here. 手の骨がそっちにあったり、足の骨がこっちにあったり、こう頭の部分が向こうにあったりね、いろんなところにこうばらまいていたんですね。But it'd been between someone'sOne person's skull and leg with somebody else's arm. ね、もしかしたら誰かの、 その、ね、頭の骨がそっちにあって腕がこっちにあったら他の人の足がこの間にあったとかね、すごいいろんな人の体の部分がいろんなところにありました。But they came together as complete skeletons. でもそれが動き出して、そして骸骨の形にこう集まって骨がくっつき始めたんですね。正しいくっつき方。So now the hardest part was done. ここで一番難しい部分ができましたね。Bones don't get up and come move themselves and come together and make skeletons. 普通に骨だったらね、そこに骨いっぱいばらましたら、それすぐにそれが骸骨になってね、くっつき始めることなんてありませんよね。So when God gave him the next step, it was easier. だからその最初のね一歩できたから、次の、まあ言われたことはもっと簡単にできたんです。Because he wasn't now.Just saying, God, you can do it. それは、ただ神様ならできるよとエゼキルが言ってるだけではなく、彼はそういうふうに思っているだけではなく、彼は神様がちゃんと神様がやったことを実際に目で見た。ね、皆さんのために神様が計画しているその計画とは、ね、私たちが感じていることとか思っていることに対して反対しなきゃいけない時もあります。ね、自分の中で、これは無理だ、これは絶対にありえないよと、自分の中ではそういうふうに叫んでるかもしれないです。でも神様の言葉の中では、あなたならできるよ、あなたはできますよと言ってくださっています。You're willing to make the first little step. で、自分から、最初の一歩を踏み出す、喜んだ心があれば、Which won't be some huge thing. それはもう本当に大きなことじゃないかもしれないですね。小さいことであるかもしれない。As you make that step,God jumps in. そしてその一歩を踏み出して自分から行ったら、今度神様が、入ってくるんですね。Ezekiel spoke a few words and God jumped in. ね、エゼキリオは、少しの言葉を話したら神様の力がボーンってやってきました。 The bones rattled and came together. そして骨がね、もうなんていうの、カタカタカタっていうの音は何、カタカタカタって骨がくっつき始めた。そして、今度はエゼキエルまた言葉を話したら、今度はその骨に、筋肉と肉がつき始めたんです、ね、これでやっとなんか人間の体の形になってきたんです。 So when he had the third step to make, そして3つ目の、ね、ステップをするようになったら、ここまで来たらもう、自分で目で、ね、神様の力を見てきたので、自分の感じていることが全部、ね、あ、これならできるわというふうに感じが気持ちが変わってきたと思います。 You've seen it working.、ね、もう 彼は目で、それが神様の働きを見てきたので、これができるよと、ね、神様が同じようにあなたのためにやっているのを見ていくと、
And so when he had to speak for breath to come into them, そう見てきたら次のステップが簡単になるんですね。次にエゼキエルが今度はその体に、命が来るように語りなさいと言われたときに、それはもう簡単にできることだったんですね。だからエゼキエルはそこで、言葉を語って話して、そしたらその体に命が入ってきたね。Then the Bible says they stood and became a great and mighty army. その息を吸い始めて、それが大きな軍隊になりましたね。強い軍隊になりました。Because one man was willing to trust God. ね、一人の男の人が神様を信頼することを決めたからです。Defy his senses. で、自分の感じていることをすべて、反対をして。Make the stimSimple steps that God said. で簡単に神様に言われたその簡単の、ステップですね、一歩一歩彼をすることを決めたんです。 Something that had been totally useless. でそこに全然使えないもの、もう乾いて死んでいるものを Stood up and became a great and mighty army. 立ち上がって強い軍隊になったのを見ることができました。で神様も皆さんのためにそんなことを願っています。ここにいる一人一人を本当に強い、強い大勢の軍隊として立ち上げたいです。ね、人数がすごく多いものではないかもしれないけど、でもあなたを通して神様にやらせることによって、とっても、強い、素晴らしいものとなります。そして一人一人ではなくだけではなく、そのグループとして、ね、みんなと一緒に、神様が働いて、みんなでできることも本当に強い素晴らしいものとなります。それによって私たちは強い、大きな軍隊となります。 and you can do, and you can be, そしてあなたもできます、なれます。 because God says so. それは神様が言っているからです。 because the word of God says. 神様の御言葉にもそう書いてあります。 so therefore you can. だからあなたはできます。 Whatever your thoughts and feelings about yourself are at this point. 今この時にあなたが自分のことをどう思っているか、どう感じているかは関係ありません。 you can. それは関係なくできます。で今日他 の, あの こ, れこれからの、ね、集会が2つあって、明日もあります。そこの通してあのいろんなことを話すんですけど、エゼキエルはあの見ません、もう見ません。私たちはギデオンのことを、見ていきたいと思います。ギデオンは自分をAs the lowest of the low. でギデオンという、ね、人は自分は一番低いものと、何にも、あの偉いものとは思っていませんでした。で神様が彼を、どんな、ね、一歩一歩ステップを、ね、どこを通っていったかを見ていきたいと思います。で彼は本当にもう、もう何もできない無駄なものの、ところから、彼をそんなところから、誰も今までにできなかったところ、できなかったことを彼ができるように、なりました。そこまで連れて行きました神様が。Defeat.The Midianite armies that were oppressing them. ね、そこに、押されていた、まあ、あの敵 の, その軍隊を倒すことができました。Because those same steps are steps that many of you here need to go through. で、そのギデオンが通ったね、一歩一歩の、ステップをね、私たちもここにいる何人かの人もそれを 通らなければいけないかもしれないですね。Take you from where you are now.それは今いるところから神様があなたにいてほしい場所までたどり着くためには、ギデオンと同じようなところを通らなきゃいけないかもしれないですね。そして皆さんが明日ここから出ていくときに、
first steps of the plan that God has for you. 神様があなたのために計画している、その計画のに進んでいくための一歩一歩歩けるようになってほしいですね。Within what we have to look at, there will be some challenges. そして私たちがこれから、見ていくことの中で、いくつかのチャレンジがあると思います。Some things where you might want to say, No, God, please, no. で、その中で神様やめてください。絶対これは無理です。やめてくださいっていうようなものがあるかもしれないですね。ああもう無理ですよ 私にはこれは無理ですよと神様に言いたいかもしれないです。でももしあなたがギディオンと同じように、喜んだ心を持って神様じゃあやりますよって言ってその一本一本進もうとするならば、そうすれば神様があなたのために準備をしているその計画の最初のところまで進んでいくことができると思います。だから私たちはこの集会を出ていろんなことを聞いてから帰るときに同じように生きていくことはないように、それはないように、私たちはここから離れたときに変わったものとなって帰りたいと願っています。じゃあ目を閉じて、頭を下げてお祈りをしましょう。 Heavenly Father, we thank you that you have a plan for everyone here. 天皇お父様、ここにいる一人一人のためにあなたが素晴らしいものを計画して準備をしていることを感謝します。 And every one of us are here because you've brought us. そして私たちはみんなここにいるのはあなたが私たちをここに連れてきたからです。 No one's here by accident. ここにいる一人一人は間違えて来てしまったという人は誰もいません。 No one's here because they had to be. ね、ここに来なきゃいけないからと無理やり連れてかれた人はいないと思います。 Or not even just here because they wanted to be. でもただね、行きたいからとここに来た者もいないです。 But above all, everyone's here because you have brought them.何よりも神様がここに導いてここまで連れてきたからです。それは神様はここにいる一人一人を神様のために素晴らしい強いものと立て上げたいからです。そしてここに来た一人一人が帰るときにはもう神様からの計画そして目的を持って心にそれを入れて帰ることを神様は計画しています。本当に神様のために素晴らしいことをできるためにここに来て準備しています。そしてここにいる一人一人がいろんなチャレンジに出会ったときに正しいことを決めて神様のための正しい選択ができるようできるように助けてください。ね、それは、ただやらなきゃいけないからじゃあしょうがないやるという心ではなく、喜びの持った、やりたいと神様のためにやりますというそういう心を持ってできますように。イエス様の名によってこれを頼みます。アーメン。はい、これで最初の、ミーティングは終わります。